It's... はい、岡山周囲教室です。よろしくお願いします。試験美写、今回は試験美写の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。こちらは今回は普通に美濃囲いに組んでいこうと思います。相手の囲いがどうなるかですね。畳の囲い、美濃囲いに組んだときは必ず端歩を突くようにしてください。この端歩を突くことによって王様の逃げ道が広がります。1、2、3、4。四間飛車においては左銀の動かし方が非常に難しいんですけど、私は6七銀型が好きなので銀を上がっておきます。美濃囲い、銀を上がるところで7八銀型のまま待機しておくのも一局の将棋となります。相手はおそらくミレニアムですね。ミレニアムに対しては横から攻めるのではなくて縦から攻めるようにしてください。具体的には3筋と5筋を攻めるのが急所となります。とりあえず角をどかして6五歩と突きます。6五歩と突くことによって飛車と角が相手陣まで直射しますね。ダイヤモンドミノ、ミレニアムに対しては4七に金を上がるのではなくて銀を引くのがポイントとなります。これでミレニアムにも負けないぐらい硬い囲いが完成しました。5六歩と突いておいていつでも5五歩の仕掛けを狙います。具体的には7四歩と突いてきたタイミングで仕掛けるのがいいと思います。かなり珍しいんですけど相手から3五歩と突いてきました。これはこちらは強気に対応して相手の桂頭を狙います。1、2、3。ダイヤモンドミノが鉄壁なのでこちらは飛車を取られても大丈夫です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。こちらとしては逆に飛車を取ってもらいたいので6四歩と突いて角成りを催促します。1、2、3、4、5。角と金のどちらでも取れるので悩ましいんですけど金で取って3、3の地点を狙おうと思います。1、2、3、4、5。この角打ちがかなり厳しいですね。相手は3、3の地点をうまく守ることができません。桂馬で守られたところなんですけど強引に桂馬を放り込んで優勢だと思います。こちらの方が数が多いですね。ダイヤモンドミノの硬さを生かした玉頭攻めが炸裂しました。ミレニアムは横からの攻めには強いんですけど3、3の地点が非常に弱いのでこのような攻めが効果的になります。3、4、5、6。馬を切ってから気づいたんですけどさっき1、3系で3手攻めでしたね、まあ、これでかなり受けが難しいので体勢に影響はありません。1、2、3、4、5、6、7、8、9。
銀打ちは受けになっていません。即詰みとなります。お前には楽すぎる相手だったようだな。はい、今回は四間飛車対ミレニアムの将棋をご紹介しました。玉頭の攻め方などを参考にしていただけたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。